あなたのオフィスに、紙の書類がたくさん溜まっておりませんか。それを整理してファイルして、また見つけ出すのも、時間がかかるわけですね。ここでご紹介するのが iPad を活用して、ペーパーレス化する方法、GoodNotes 5という商品があります。これは例えば学校の先生だと、例えば教科書をスキャンしておいて、そしてそこに説明する時の要点を入れることによって、先生は本を持って歩かなくても、そこの中で必要な時だけ画面で見ながら、プロジェクターで見せることもできるわけですね。そして、その教育の指導要項ってやつがあるわけですけど、それもまた別な冊子になってるケースが多いわけですけど、その時にそこの関するものが使用量お容量が出てくればいいわけですから、この iPad というものを利用して、ペーパーレス化することによって、普段の作業効率が良くなると、それから書類を探すという手間がなくなる、持ち運びが楽になる、そんなグッドノーツ5というのを私たちは今活用し始めてます。ぜひ、YouTube にたくさん、グッドノーツ5の、説明とか運用やり方が出てきますので、そちらの方で詳しいことはご覧いただければ幸いだと思います。